はい、ピーゼロです、本日も始めていきたいと思います。で、ね、今日はですね、カタパカのパート2ということでお願いします。それではタイトルですね、本日はですね、前回の続きなんですけれども、これね、脇の部分のパーツとそれから隙間が空くっていうことでね、これ 1.2 ミリのプラ板なんですけど、その隙間のところに埋めて、やろうというところでございます。まあね、これね、作ってる時はね、まだまだこれは採用してやろうと思ってたんですよね。思ってたんですけれども、まあいろいろ見るとですね、いろんなところに歪みが出てしまっているわけなんですよ。まあ、これですね、まあ、どう言ったらいいかな、角度をね、あんまり測らずにですね、作っちゃったから、ちょっと歪んでるんですよね。対角線上のものの長さがちょっと違ってたり狂ってたりするんですよ。ということで、もう一個作ると覚悟しました。で、これがね、図面です。で、図面引いてですね、まあ採寸用としてしまして、ね、先ほど作ってたやつを採寸用として、で、図面を引いて、で、あの図面通りに形を切っていけばですね、うまいこといくんじゃないかなということで、今一生懸命ね、これウェーブのですね、 1.2 ミリのプラ板、ウェーブの1ミリプラ板にですね、これ寸を変え、寸じゃない、メモリ入りになってるんですよ。で、このメモリ入りのプラ板ね、すごく重宝しますので、私も、3枚ぐらい買ってきたのかな。これ1ミリ厚なんですけど、で、柔らかさも結構いいんですよね。すごく柔らかくってね、使いやすいんですよね。で、今ね、まあ、これ今複製してるところなんですけれども、ウェーブのね、1ミリプラ板のいいところはね、他に1ミリプラ板ってなかなかないでしょう。例えばタミヤのプラ板なんかはね、 1.2 ミリしかないですよね。で、他にあるんだったらですね、エバーグリーンの1ミリ、が私もちゃんと覚えてるものなんですけれども、1ミリのプラ板がなかなか手に入らないということで、まあ今ね、この間見た時に1ミリのプラ板で、しかもメモリ付きだったっていうことで、ウェーブのやつをね、今見れば買ってるというところです。で、これ今複製してますね。まあ、平面のものはね、複製するのは非常に簡単ですよね。プラ板を貼り付けて、瞬間接着で、ね、点付けしてやればですね、厚みはあんまり関係なしにですね、複製することができるということで、これは1ミリプラ板をですね、複製したものです。で、瞬間接着で、ね、点付けしてありますので、ナイフでね、カツを入れてやればパカッとこう割れてくれるということですね。で、これね、カタパカのですね、横に張り出すフィンの部分をね、作ってる最中です。で、これ0.5 ミリのプラ板を3枚張りにして、で、ほら、フレーム裏のですね、こうモールドをね、彫り込んだんですよ。でもね、これ結局彫り込んでもね、この2つのパーツ、全部で4つかのパーツはね、レジンで複製するっていうことに、ね、なりましたので、結局部分がですね、一面型にするとまったりになっちゃうんですよね。ということで、まあ、あそこ、まあ、せっかく掘ってもったいないんですけれども、結局まあ邪魔になるっていうことでポリパテで埋めました。残念なんですけれどもね、まあ多少はね、もう仕方ないかなというところでございます。で、はい、上のパーツと下のパーツをね、くっつけてですね、ような形で、合体させてやります。これは仮止めでね、マスキングテープでくっつけてあったんですけれども、ああいう風な形ですね。これが上の方のパーツですから、これ上の方、こっちの大きく見えているのが下の方のパーツといたします。で、この下の方のパーツなんですけれども、実は 0.5 ミリ薄いんですよ。上に比べるとね。なぜかというと、 0.5 ミリの厚みのモールドを彫り込んだ、形を取ったですね、プラ板をさらに上から貼り付けるという、そういう計画です。はい、で、再びこれね、ノズルを作ってるんですよね。まあ、角ノズルを作るのはそんな難しくはないんで、もうプラ板ね、四角く箱組みにして、それを削ってやればいいと、ね、で、これがですね、そのモールドじゃない、
これはね、下パーツのための C 面のためのですね、形を、今切り出しているということですね。本の中にあったコピーですね、これを厚紙に貼って、厚紙ごとカットしていると。でこれをですね、はい、今まで作っているこのパーツの上に貼っつけてやって、でこれに、はい、印をつけてやると、はい、鉛筆で今下書きしてますけれども、ね、まあ、あんな形で削っていきましょう。削るようになります、まあ、慎重にいきましょうか。どうでしょう、微妙に青い線を一本残しつつ全周回ったような、こっちはちょっとかなり削っちゃったけど、でこれで、C 面を行った方と行ってない方ですね、違いますね。ちょっともうちょい削っておこうか。こんな感じでこちらもやっていきましょう。接着剤を塗布するという形にしていきましょう。特にここはね、はみ出た接着剤をこうモルドを潰すようなことにならないように慎重にですけれども、今のところだけはちょっと注意ね。ちなみにこれは塗装しません。このパーツは塗装までは持っていかない。これは複製する予定ですので、複製用のパーツを今作ってます。はい、これで型のパーツが一応人揃えできたっちゃできたんですけど、まずこのおしゃれな感じがするから、ね、この形、この形を作るだけで2日。はい、それではね、こちらはもうすでに完成したものなんですけれども、まあ、これね、まあ、こちらとこちらがね角度がついた状態で、くっついてるわけですよね。でまあ、これ今ゴムネードで単にこうプチュッとこうくっつけただけなんですけれども、まあ、この状態に持っていく、この角度ね、でこの角度どうやって作ったかっていうと5度こっち側にこう開いてる状態にしてあります。5度をしっかりとね、これ作るためにはこのくっついてるところにその5度のね、斜めにこうカットしないといけない。でここのこの基部の部分も5度に5度を開いた状態で作んなきゃいけない。ということで、こういう道具を製作いたしました。これね、まあ、ヤスリ放題そっくりなんですけど、ここの部分がね、85度に切ってあります。で、これでゴシゴシやって作ったわけです。まあ、今日はちょっとね、こちらの方の作り方も、ご説明しておきたいと思います。では、どうぞ。はい、でまあ、これヤスリ放題2とねほぼ同じようなものなんですけれども、まあ、自分で作りますのでね、任意の角度でもって、製作することが可能です。はい、でまあプラ板をこうカットしていってですね、まあ、85度の、まあ、これ2ミリ厚のプラ板ですね。これ土台にするためのものです。でこれ85度にカットしたものですね、もうカットしてあります。左端の方ね、実はカットしてあります。で適当にまだ欲しいプラ板があって、はい、85度に切ったもの同士を、まあ、貼っつけてですね、仮止めして、量産していますね。で、角を整えてやって、パーツ化させます。はい、で4枚パッパッパパッとこうちぎってやってですね、で、部分がですね、ちょうどヤスリの貼り付く板になります。で4枚、流し込み接着剤でもってですね、で固定していってやると、まあ、4枚もあれば、まあ、十分その強度は保てるだろうということで、しっかりとくっつけてやって、あれが台になるわけですね。はい、
でここから先ですね、まだ必要なことがありまして、これだけで終わるんじゃないんですよね。でここにですねレールをつけてやって、実際はスライドさせてやろうと、まあ、85度だよって印をつけておきましょう。まあ、5度だけっていうのは中途半端なので、ね、なかなかまあそんなものは売られてるわけじゃないですからね、もう作るしかないですよね、ないものはね。でこれレールですね、 1.2 ミリアーツのプラ板貼っ付けています。で今のスライドさせるための台、もう1個レールはそこに敷いておきます。こんな感じでね、はい、まあギザギザだときれいに滑ってくれませんので、きれいに整えた状態で流し込み接着剤で整えていきます。はい、で次に、あれが2ミリ厚のプラ板ですね。これねしっかりしてないと曲がっちゃうから、はい、でプラ板をここにも貼り付けて、これは短いなということでちょっと長めのやつ今切り出してるんですけれども、はい、あそこにねこれをレールとして貼り付けてやればいいだろうと。これ瞬間接着剤です。パッ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 とくっつけて貼り付けて、はい、次も、はい、これも貼り付けてということでございます。でこれ320番のヤスリなんですけれども、あの部分にね貼り付けてやります。でヤスリ放題の場合はペタッチっていうね粘着剤があったんですけれども、これ私は持ってませんので、これはもう、両面テープですね、これで持ってひっつけてあります、くっつけてあります。でどうやって使うかというと、こういうことですね。これはあの冒頭にあったあの採寸用のパーツなんですけれども、これをまあ85度で削ってやろうということで、台の上に乗せてですねゴシゴシと、前後にね動かしてやると、まあ、斜めにカットすることができる、カットというか、まあ、ヤスリがけができるわけですね。はい、ということで85度でねカットヤスリがけをしています。まあ、どういうふうにやるのが一番いいかなとこれ模索してるんですけれども、まあ、パーツだけでゴシゴシ動かしても結局同じかなというふうに。で、これは本ちゃんですね、このパーツを85度で切りたいと、いうことで、まあ、2つ同時にやった方が早いからということで、はい、瞬間接着剤で底面だけ合わせて接着ですね、点付けで接着。でこれまたマーカーでですね、これ以上削っちゃダメだよっていう風な線をつけておいて、でゴシゴシやっていきます。もう下の台はもう無視してね、無視ですね、ゴシ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 やってます。これね最初から最後までねこれを使わなきゃいけないかっていうそうではなくて、まあ、大体当たりでですね85度っていうか当たりでつけてもって、で、最後にこれで仕上げてやるっていうのでも構わないと思います。で今これがね、天面部分のパーツになりますね。これの両サイドに85度が欲しいわけなんですね。でこのような感じで85度の角度をあそこに与えてやると、2ミリプラグ角ですね、エバーグリーンのものですけれども、2ミリ、まだ穴開けをやっていない肩関節軸が通る板ですね。一番胴体に近いところの板です。で両脇の両サイドのアーマーの内側がこんな感じでありますと。こうなんですよ。こうなんですよって映ってないじゃん。はい、今こんな形ですね。でこことここはヒンジでつながることになりますので、これを作りました。でこれがさっき作ってたんですけど、こんな感じ でこういうあのヒンジ軸にしました。要は椎茸ですよね。でその後取り付けをしていく
ね、ここのところがね邪魔になってますから、これをジグで85度の角度で合わせてやると。かさ増しをしてやるとですね。はい、まあこんな風に、こんな風に自作パーツの塊ですからねこれね。いやなかなか、しかも1個や2個じゃないからここまで来るのにすんげえ時間かかりましたよ。いやー大変だ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 って感じ。はい、でまたありました。探してたらありましたね。使えるかなこの辺りな。これを使用すると2個しかない同じ形に。ではねこの位置を仮の位置として、テープで留めておきます。はい、ではねさっきのあのフックをね取り付けなきゃいけませんので、ここのところも角を落とすことにいたします。もうペーパーでコツコツやっていきますんでね、このままではダメなのでちょっとプラ板を足してやって、その上に貼り付けると。はい、こういうプラ板、穴を開けたプラ板を用意しましてね、もう貼り付けてやります。でこういう貼り付けをすることで、まあ、位置を合わせた状態でいつでもこれが取り付けられるということでね、便利じゃないかなと。でこれでね、このうわ危ない、この穴のところに接着をしてやると、将来ね接着をしてやると。はい、それではね本日はここまでです。ご登録グッドボタンよろしくお願いします。